アルパインマーケティングは、後方を鮮明に映し出すドライブレコーダー搭載デジタルミラーの新製品として、特定の人気車種向けに必要な製品をセットにした、ドライブレコーダー搭載デジタルミラー車種専用モデル11モデルを発表しました。また、ハイエース専用のパノラミックビューモニター対応パッケージ3モデルも、 同時に発売することを発表しました。これらのドライブレコーダー搭載デジタルミラー車種専用モデルは、純正ミラーを取り外し、アルパイン製のデジタルミラー本体を取り付ける際に必要なキットと、リアカメラカバー、該当車種のみをセットにしたものです。対象となるのは、トヨタ、アルファード、ベルファイア、40系、 ハイエース、ランドクルーザー、300系、スズキ、ジムニーなど全11モデルです。これらは、イグニッション音と同時に、車種専用のオープニング画像が表示されるようになっています。特に、ドライブレコーダー搭載デジタルミラーは、純正ミラー交換タイプとして設計されており、スタイリッシュなデザインで室内に溶け込み、 通常のルームミラーへの切り替えもワンタッチで可能です。高精細フロントカメラ独立型の前後にカメラドライブレコーダーが搭載され、フルラミネーションディスプレイにより鮮明な映像が確認できます。ハイエース専用のパノラミックビューモニター対応パッケージは、純正のパノラミックビューモニター映像をアルパイン製の大画面に表示することで、 駐車時や交差点での周囲確認をサポートします。これにより駐車時のストレス軽減やより安全な運転支援が期待できます。ドライブレコーダー搭載デジタルミラー車種専用モデルとパノラミックビューモニター対応パッケージは共に2024年4月上旬よりアルパイン製品取扱店で販売開始予定です。 これらの新製品により、運転の安全性向上と車内の快適性がさらに高まることが期待されています。